ヨーゼフ・リンケは、オーストリアのチェリスト、作曲家。ウィーンで活躍し、幾度となくベートーベンの室内楽曲の初演に参加した。リンケは、シュレージエンのトラー・ヒエンベルクに生まれた。ブレスラウ近郊に移り住み、ウェーバーが指揮者を務めていたブレスラウ歌劇場の首席チェリストで、あったローゼにチェロを学び、自らも歌劇場還元楽団で演奏した。ウィーンに移ったリンケは、 アンドレー・ラズモフスキー伯爵がバイオリニストのイグナーツ・シュパンツィヒに依頼して結成された弦楽四重奏団へ1808年にチェリストとして加わった。このシュパンツィヒ四重奏団は伯爵の邸宅で演奏会を催していた。1808年12月にはシュパンツィヒ、リンケ、そして作曲者本人によって ベートーベンのピアノ30奏曲作品70の2曲が初演され、さらに1814年には同じメンバーで第7番作品97の初演も行われた。また1815年にはベートーベンはリンケのために作品102の2つのチェロソナタを作曲している。リンケは1815年の大晦日に白尺邸が火事で消失し、解散されるまで、 シュパンチヒ氏重相談に止まった。シュパンチヒは数年間ウィーンを離れ、リンケはハンガリー貴族のエルデイディケと婚姻となり、一家と共にクロアチアへと向かった。1818 18年にウィーンへと戻ったリンケはアンデアウィーン劇場管弦楽団のソリストとなった。1819年、バイオリニストのヨーゼフ・ベームが創設した死従相談に加わる。 他にこの楽団に加わったカール・ホルツ、フランツ・バイスのいずれもかつてシュパン・ツィヒ始重相談で演奏した奏者であった。シュパン・ツィヒがウィーンへ戻ったのは1823年のことであり、リンケは彼によって再結成された始終相談にホルツ、バイスの両名と共に加わった。ベートーベンは1810年の第11番作品95以降、 全く弦楽四重奏曲に手をつけていなかったが、1824年に、第12番作品127を書き上げ、翌年主版地域四重奏団が初演を行った。同学団はさらにその後弦楽四重奏曲第13番、作品130、第15番作品132の初演も受け持っている。また、シューベルトの弦楽四重奏曲委担調 D804? を初演したのもこの始終相談であった。1830年のシュパン比の死後、リンケはバイオリニストのレオポルトヤンサが1834年に結成した始終相談に所属していた。リンケはチェロ競争曲をはじめとする、チェロのための楽曲をいくつか作曲している。リンケは1837年にこの世を去った。音楽雑誌。 新音楽時報には次のような志望記事が掲載された。ベートーベンは親友であった彼のために多くを書いた。彼によるベートーベン作品の表現は独特もので、私は他のチェリストがこのような解釈をするのを一度も耳にしたことがない。それは時によって軽薄、攻撃的、気まぐれ、情熱的等々になり得るもので、 つまるところそれは求められる気分の中に彼自身を表現すること、そしてベートーベンの本質的な様式を描き出すということなのだ。ありがとうございます。